ガールフレンドかっこ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では今日も頑張って投稿していきましょう。前回ちょっとねイベントがあんまり進まなかったんでちょっと焦りのところもあるんですけれども、学園からこのお二人か、街は、あ、なぜかなぜか桜井さんのイベントが発生してる。これはもう行くべきでしょう。全ての行動力を消費してイベントをやる。どこか行くの？いや、わからん。私は学校だよ。今日は放送委員の会議か。会議があるから。もう17日だけど大丈夫か？番組用の企画を学園のサイトで募集したでしょ。あれが結構集まったみたいだね。あ、そうなんだ。その中でどれを採用にするか。俺の知らないところで話が進んでくれているのは助かる。え、来てくれるの？まさか迷惑なんかじゃないよ。私とともちゃんじゃ決まらないかもって不安だったから、いてくれたら助かるよ。てか俺が決めていいの？それじゃあ今日はご意見よろしくお願いします。まあでも第三者の立場から意見をするっていうのも重要ですからね。はい、これで送られてきた企画は全部だよ。印刷してくれてありがとね。それにしても結構集まったね。でもざっと見た感じ使えそうな企画は少なかったんだよね。え、そうなの？ほら、例えばこれ、某写真部の先輩が送ってくれた。某写真部の先輩ってうちの師匠じゃないか。企画タイトル、プールで泳ぐ女の子を永遠と眺め続ける番組。はい、採用。企画内容、プールで泳ぐ女の子を永遠と画面に映し続けて実況。これも採用。いや、どうなのじゃないよ。師匠の企画に文句をつけるな、お前は。でもほら、メールで簡単に書かれてるだけだし、本人の口から説明してもらえば印象が違うかもしれないよ。いや、師匠の企画はこれが全てです。君もそう思う？いや、そう思わないです。これが全てです。よくわからないから二人で決めてよ。直接話を聞くのは大事だと思うよ。いや、この企画は OK だと思うよ。 OK だ、この企画でいこう。美少女を眺めるだけの企画が？そうなんだ。私は正直、それはまだ君がこの領域に達していないだけなんだ。やっぱり望月先輩に説明してもらった方がいいかもしれないな。ねえ、ともちゃん。分かったよ。あかねちゃんがそこまで言うから。師匠に聞いても多分その通りの言葉しか返ってこないと思うけどな。まあ一応行きますか。あら、私の企画を採用してくれるの？その通りです。まだ採用かはわからないんですけど、先輩の口から詳しい説明を聞けたらなと思いまして。詳しい説明って企画書に書いたので全部？ほらねだから言ってんじゃん、弟子の俺が言ってんだから。そう、水着を着た女の子たちに泳いでもらって、それをずーっと撮影し続けるの。女の子たちの濡れた髪が、肌が、照りつける太陽の下でキラキラ輝いて。さすがです師匠。これは絶対最高の映像作品になるわよ。その通りです師匠。ずっと女の子の画面っていうのは見てて飽きちゃうかなと。あとは登場人物っすね。誰を登場させるかによってかなりクオリティが変わってくると思うんすよ。でも基本的にさ、この学校ってさ、可愛い子しかいないよね。その喋り方とか性格とか抜きにしてパッと見ただけだったらみんな可愛いじゃん。じゃあこの企画はダメ？そうですね、ボツになってしまったか。申し訳ありません師匠、私の力が及ばぬばっかりに。芸術は理解されないのね。いや、
初のまんまだったね。なんかごめんね、私が提案したことで迷惑かけちゃって。いや、そんなことはない。いやいや、あかねちゃんが謝ることじゃないよ。そうだそうだ、望月先輩の企画はダメだったけど、他の人に聞いたらまた違うかもしれないしね。結構送られてきたんでしょ、だって企画って。普通に考えたらさ、師匠の企画なんてそのままスルーだろ。1年の小日向さんが送ってくれた企画だよ。小日向さんって誰だっけ。いちごのフルーツ紹介番組、これいいんじゃん。なんか食べ歩きみたいな感じで、はい、私が大好きなフルーツちゃんたちをいっぱい紹介してあげる番組です。この人も見たことはあるな。その紹介っていうのは例えばどういうことをするのかな。そうですね、例えば桃さんならそのフォルムの美しさから解説します。丸くてでも触ると柔らかくて、指で押すとクニッとなるのがとっても可愛くて。なるほど、俺もそういう桃だったら大好きだ。あとは皮を、でも桃を触るっていうのはね、基本的に犯罪になっちゃいますからね。ここは外せません、たくさん語っちゃいますよ。味の紹介はしないのかな。味の紹介か、なるほどね。もちろんしますよ。桃にかぶりつく、あんまりね、ちょっと桃にかぶりつくっていう趣味はないんですけど、まあ味を紹介しろって言われたらまあ紹介しますね。そのペースでいくつの果物を紹介するの。全部です。全部って何個だよ。全部、はい、全部です。紹介できなかったフルーツちゃんがいたらかわいそうです。どのフルーツちゃんにも違った魅力がありますし。それは言えてるな。あ、でもドリアンだけは苦手なので。ドリアンなんてどっから用意してくるんだよ。ドリアン、ちなみに匂い嗅いだことあります？超臭いっすよ。ドリアンもみんな食べたことはないっすね。ドリアンが売られているところの近くに行くとすげー匂ってくるんですよ。うまく逃げたな、こいつ。そうなんですか。フルーツちゃんの魅力を伝えるチャンスと思ったんですが。ごめんね、企画を送ってくれたのはとっても嬉しかったんだけど。いえいえ、時間が足りないなら仕方ないです。てか何分ものの番組にすんの。完成したら文化祭で見に行くので、桜井先輩頑張ってくださいね。後輩との交流があるっていうのもすごいよな。やっぱり好きなものを語る企画だとどうしても時間が足りなくなっちゃうね。確かにね、私も実況の魅力を語る企画だったらずっと喋っちゃうだろうしな。実況の魅力を語る企画って、それってもはや実況じゃないの。この番組見てみたい。ありがとう。でも実況に興味ない人が見たら退屈に感じちゃうと思うんだよね。ただ喋ってるだけだと飽きちゃうよね。実際のパフォーマンスが挟まればいいんだけど。お、そういう意味でもこれはいいんじゃない。軽音部の企画なんだけど。お、今度は軽音部か。てかむしろ知ってる人しか投稿してこないな。私が考えて応募しました。この企画はつまりテレビの音楽番組みたいなのをやりたいってことかな。そうです、ニューロンクリームソフトがゲストっていう感じで。え、なになになに、ニューロンクリームソフトってなんすか。それで私らの演奏を聞いてもらったり、軽いトークのコーナーがあったりする番組ってわけだ。普通だな。でいいんだよね、桃子。はい。ふむふむ、なるほど。君はこの企画どう思う？ありきたりだな。望月さんの企画の方が面白くなりそう。いや、これは師匠の企画の方がいいに決まっている。水着の女の子の企画？あれはダメって話になったじゃないの。怒られちゃった。これ、トークのところは。そして、普通に流された。それだと嬉しいですね。お昼の放送の映像版みたいな感じがいいかなって。それなら放送委員会の作品って感じもするよね。
朝比奈さん、これいい企画だと思うよ。この企画で通りそうだな。よ、褒められちゃいました。照れちゃいますね。ちょっといい？これ撮影はいつになる予定なんだい？確かにもう17日だからな。夏休み中に撮影は終わらせるつもりだけど、何か問題あるのかな？それだと私と桃子だけになるけど、いいのかい？他のメンバーは旅行に行ってたり、別の理由で部活に参加できない子もいたりするんだよね。まあ完全に慢性的な人不足だからね、この学校の部活は。そっか、全員揃わないのは残念だけど、でも黒川さんと朝比奈さんで演奏はできるのかな？ベースとキーボードだけだから、まあ、あ、ベースとキーボードなんだ。本格的なバンド演奏とまではいかないけどね。ありがとう。よし、じゃあこの企画は決定ってことで。決定してしまった。撮影の日程が決まったらまた連絡するから。面白い作品にしようと思っているのでよろしくお願いします。わかった、こちらこそよろしく。よろしくです。この二人は意外と暇っすよね。はあ、よかった、ようやく二つ目のコーナーが決まったよ。二つ目のコーナー？一つ目は？え？ああ、言ってなかったっけ？聞いてねえよ。ともちゃんが企画した放送室探求の旅はもう撮影したんだよ。はや、結構面白い仕上がりになりそうだよ。テンションの高いともちゃんが面白くてね。いつの間に撮影したんだ。あとは私のコーナーだけか。うん、そう、前に言ってた実況を絡めたコーナーのことずっと考えてるんだけど、なかなかいいアイデアが出てこなくて。そうか、もう17日だからな。ちょっと日程的にも厳しくないか？さっきの撮影もして実況もやるっていうのは。今年の夏にしかできないことだから、後悔しない作品にしたいんだけどね。ううん、大丈夫、もうちょっと一人で考えてみるから。まあいつでも俺を頼ってくれ。心配してくれてありがとう。それじゃあまたね。とりあえずイベントは進みましたね。好感度が上がったかどうかって言われるとまたそれは別問題ですけど、だって師匠がさ、素晴らしい案を出してくるんだもん。それ乗っかるしかないでしょう。待ち、どうしようかなと。このメンツで行くと、とりあえず椎名さんと。こんにちは。朝はまだ涼しかったのに、相変わらず安定の会話だな。朝のことはわからないんですか？なるほど、ついさっき起きたばかりなんですね。確かに早起きする理由がないとついつい寝坊したくなりますよね。私は新体操の練習があるので夏休み中も早起きすることがありますけど、あなたが夏休みに早起きするための理由ですか？と言ってもあなたは帰宅部でしたよね。あ、そういえば桜井さんがこの夏休みの間朝の体操に参加されていると話していましたね。桜井さんね、今ちょっと朝の体操に参加してる暇ないんだよ、いろいろ忙しくて。子供たちと一緒に体操をされているみたいです。まだまだ全然ね、部活の方が進んでなくてね。参加されてみてはいかがですか？あ、すみません、そろそろ行かないと。この後母に用事を頼まれているんです。はい、あなたも夏バテせずに楽しい夏休みを過ごしてくださいね。さて、じゃあ次は、あ、師匠のところに行くか。こっちだってあいつしかいないもんね。師匠、申し訳ありません、企画を通すことができませんでした。あら、君も女の子の撮影に出かけるの？はい、行きましょう。そうよね、カメラとか持ってないしね。いや、今はもう携帯のカメラで十分です。それでどうかしたの？なに？私に聞きたいこと？はい、師匠にご教授いただきたいことがございまして、それは部活の写真についてです。そうね、答えることないんだ結局。何なんだよお前。じゃあ私は行くわ。早くしないと
ベストショットを逃しちゃうかもしれない。何のベストショット？それじゃあバイバイ。はい、というところで8月19日ですね。じゃあ次回はこちらの方からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。